バラージュバーイは、ハンガリー・ベ系ケシュチャバ出身の陸上競技選手。専門は障害層。110メートルハードルと、室内60メートルハードルのハンガリー記録保持者。2017年ロンドン世界選手権、男子110メートルハードルの銅メダリスト。2016年3月、ポートランド世界室内選手権、男子60メートルハードルで予選と準決勝を通過し、 シニア世界大会で自身初の決勝に進出すると、共に、この種目では2010年ドーハ大会のダニューキス以来、6年ぶり、史上2人目のハンガリー人ファイナリストとなった。決勝は7秒65で6位に終わった。2017年8月、ロンドン世界選手権、男子110メートルハードルに今季世界9位体の記録を持って臨むと、予選を、 全体6位の13秒35、準決勝を全体5位の13秒23で通過し、この種目では1983年、ヘルシンキ大会のジェルジュバコス以来、34年ぶり、史上2人目のハンガリー人ファイナリストとなった。準決勝で、世界記録保持者のアリエスメリットに先着し、自信をつけた場合は、 決勝では途中でハードルを引っ掛けながらも、冷静さを保ち13秒28でフィニッシュ。オマール・マクレオド、セルゲイ・シュベンコフに次いで銅メダルを獲得した。これは、世界選手権のトラック種目で、ハンガリーが獲得した初のメダルであり、オリンピックも含め、スプリントハードルで、ハンガリーが獲得した初のメダルでもあった。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。 備考欄の記録は当時のものありがとうございます。